これはなんというクロークペア、これはダブル KO をいけそうですね。相方くん分かってるよね、ダブル K 行きましょう。これでね、コメントなんかカスタム通信とかないんでね、まあ、カスタム通信あったところで K 示しましょうなんて送られても何のこっちゃ分かんないと思うんですけどね。とりあえずとりあえず追っかけ回しましょう。相方くんいいですね、その月下テンションはやりますね。相方くんのデスサイズヘルが輝いている。ここはミラージュコロイドを焚いて落下しつつ、いいねー、しっかり敬意を示していくー。ちゃんと見られてなくてもね、ドラグーンに張り付かれてても敬意を示すっていうね、なかなかのプレイでしたね。今のは加点してください皆さんこいつらアスラに突っ込みすぎだろ、ゲロビに。ちょっとなんかデステリ君が全然前に出なくなったのが気になりますが、よし、ここはダブルミラコルでいきましょう。危ない危ない、ちょっと危ない危ない。相方くんが覚醒溜まっているはずだがボムに巻き込まれた。ちょっとゲラビナ化しましょう。危ない危ない危ない、ちょっと消えましょう。これ消えて敬意を示していく。うーいいねー、ちょっと相方くんまずい、ちょっと敬意示してる場合じゃない。いいね、しっかりとカットしていく相方くんね。そしてここで、あっ、ちょっと巻き込まれた、何巻き込まれたの今。ちょっとカットしてあげましょう。ちょっとまずいですねこれ、ちょっと相方くんちょっと先押してください。僕はミラコロで敬意示してるんで、相方くん頑張って。やべえ、ミラコロ使っちゃった、これは握手、これは握手。よし、相方くん行こう、こっからですよ、試合はこっからです。いいね、覚醒、よし、これはナイスプレーですね。